久保さん。今ちょっとですね、コンサルしてたんですけど、やっぱね、あまあ、今回のテーマが、気に、気に、気にするところと気にしないところ気にするところと気にしないところうん。ま、気にしないところまあころ、まあ、ちょっとタイトル後で考えますけど、要は、あの、他人とね、比較して、 でできなくなくるっていいう部分が非常に多いんですねみんなまあどういうことかっていうとあのー、まあリサーチ必要だと思うんですけどリサーチすればするほどあこの動画こんなに編集しててとかこんなに映像がクオリティ高いとかああ喋りがう,うまいなとかあのー、かっこいいなイケメンだなとかかわいいなとかなんかそうやって比較してああ自分はダメなのかなとかなんかそこで比較する人が非常に多くて で、できない人が多いんですよ。で、あの、これは何だろうな。うん。まあ僕の結論で言うならば、まあ全く関係ないですね。全く。で、もしこれが、あの、吉田さん、関係あるじゃないですかっていうところが、言う人がいるとするならば、例えばでしょ。あの、世の中に、テレ、雑誌とかに出てる、まあ、モデルさん。 まあ、その、基準が可愛い、綺麗っていう基準があるじゃないですか。まあ、モデルさんとかに出るような人。うん。で、えー、あと、イケメン、ジャニーズ事務所に所属でイケメンみたいな、まあ、一般的なあるじゃないですか。で、これしかダメっていうことであるならば、多分、うん、ほとんどの人が多分結婚できないと思うんですよ。うん。<laughs> だって、その、イケメンじゃないとダメっていう基準であるならば、多分、イケメンの、じゃあ、この人数って、じゃあそ、そうじゃテレビに出るようなとかね、雑誌が出るような人たちってごく一部じゃないですか。じゃこのごく一部の人としか結婚しちゃできないってなったら、これ、今の人口なんないんですよ、地球の。<laughs> ね。だから、なんだろうな。うん、あとは、食べ物とかもそうなんですけど、 これが美味しいっていう人もいれば、これが美味しい。これがアレルギーで食べられない。じゃ、例えば蕎麦大好きっていう人もいれば、蕎麦アレルギーの人はそもそも食えないし、って話で。だから、なんだろうな。ある一定を保ってるんですよ。これは。間違いなく。てか、ある一定を保たない限り、人類は存続できないんですよ。わかりますつまり、自分がいいっていう思う人は確実にどっかにいるんですよ。てか、いなかったら無理なんです。 分かります例えば花もいろんな種類があってそうそう僕インスタでねあるそのヘビを飼ってる人がいるんですよで結構ちょっとグロいんですよねでもその人にとってはヘビが可愛いんですよめちゃめちゃヘビ愛いんですよねでそのヘビのなんか何だっけなヘビのえー、餌を今育ててますみたいなそんで餌餌がアリとかなんかそういう昆虫を育てて,てそれをヘビさんに食べさせて でも、まあ、僕はちょっとねヘビが可愛いとは思えないんですけどその人はヘビがめっちゃ好きでヘビが可愛いと思ってるんですねど,どうですかねヘビ愛いですかだからこれってもう人それぞれじゃないですか本当に <laughs> だから結局その僕が気持ち悪い久保さんがキモいなと思う人もいれば久保さんの動画に勇気づけられるっていう人もいるし僕がキモいっていう人もいれば 僕の動画に勇気づけられる人もいるわけですよ。だから今度、それで言うならば僕はリスペクトしてるのが失敗小僧さんっていうね。失敗小僧さんもすごいなと思うんですけど、うん。ん、あれもチャンネル登録者数ももうちょっと8万人ぐらいいくんですけど、8万人ですよ。久保さんの、今久保さんチャンネル登録者数1万4000ぐらい。まあ今まあ、約8倍、7倍じゃないですか。うん。って話で <laughs>。だから、なんだろうな。 見てるポイントを変えるって感じですかね。うん、見てるポイントをもっと大きく見ると、うん、大きい基準で物事を見れるのかなと思いますね。うーん。だから何々がダメっていうのは、これね、あとね、時代が変わったら変わっちゃうんですよ、その常識とかも。例えば、戦争中は人を殺すことが正義だったわけじゃないですか。そうですよね、敵人をいかに殺すか。 が正義ですよね。そうじゃないですか。ヒーローですよねて。人殺しが。だけどこれ時代が変わったら人を殺したら正義じゃなくなるんですよ。ど、どうすかね。うん。だからこれ時代が変わってもそのなんか価値観も変わるし、その良い,い悪いも変わるだろうし。だから、なんかね、答えってあんまないんですよね。うん。<laughs> だからそれは、じゃあ答えってじゃあどうやって見つければいいのかっていうと、やってみないと答えなんてわかんないです。 やったその先にしか何も見えないです。うん。例えば、うーん、マチュピチュ。僕、マチュピチュ行きたいなって前思ってたんですけど、マチュピチュに行かないと、それを自分の目でリアルで見ることは一生できないんですよ。行かないとね。できるとするならば、映像を見るなり、本を雑誌見るしかないんですよ。自分のリアルの目で見るっていうのは、行ってみないとリアルで見れないんですよ。 だからリアルで結果を手にしたいんだったら、ね、その見るというね、だからマチュピチュを見るという、リアルで見るという結果を得たいんだったら、マチュピチュに行かないとダメなんですよ。当たり前ですけどね。でもこんな当たり前のことをみんなできないんですよね。なぜならば、まあ一番最初に話した通り、そのなんかこうじゃないといけないみたいなね、自分のなんか刷り込みというか固定概念だったりとか、まあ比較するとかいろいろあるんですよ。うん。 だけど、比較もいい側面もあるんですよ。くそーみたいな。俺もや,やってやるぞみたいなね。私も可愛くなりたいとかね。なんかそ、それをエネルギーに変えて、自分も向上していく。っていうのは別に悪いことではないと思うんですよ。ただ、それを、悲観的というか、そういう風にとると、多分マイナスになって何も行動できないと思います。ただ、それをプラスに変えられるんだったら、全然それは比較して、なんか自分を高めていく。うん、だ例えば僕だったら、 クボさんには負けねえぞみたいなね。<laughs> なんか、クソみたいなね。そう、とかな,な。なんかそれをエネルギーに変えられないいいんですけど、変えられない人が多いので、それは、あの、そっから、その、なんだ、自分、なんか、なんやろな。うん。相撲で言うならば、あその、まあ、相撲の土俵があるじゃないですか。で、それを、キャン、 か観客席からね。あーなんかすごいなぁと、あんな力士、すごいな俺、あそこの土俵に立ったら、勝てないな。うん、勝てない。<laughs> え、じゃあ、自分の土俵を作っちゃえばいいんじゃないみたいな。わかります自分の土俵であるならば、自分のマイルールで、自分の土俵で、逆にその、なんだ、自分の土俵は、なんだ、あの、重量制限があって <laughs>、自分が例えば80キロだとするじゃないですか。で、自分は80キロ。 で、その土俵に上がれるのは、10キロしか上がれない。ちょっとこれは10キロ対80の、この、まあ、10キロの人間っていないと思いますけど、僕結構もう、あの、アウェイだ、アウェイ、アウェイ、ホームウェイ。わかんないですけど、もう、もうそうなるじゃないですか。で勝てますよね。勝ちやすいですよね。自分の土俵作って、自分のルール作っちゃえば。だ自分を作っちゃえばいいんですよ。うん、自分を作るっていう。あ、これ自分を作るっていうタイトルでいいかな。 そう自分だから自分ブランドを作る自分っていうキャラを作っていくっていう自分ブランドを作ってそのブランドそこで勝負していくっていうのがあのー、まあずっと永続的にやっていく上で結構一つ重要な要素かなと思います自分ブランドを確立してしまうっていうだからそのヘビヘビが好きな人はヘビがずっと好きだろうし うん、まあもちろん人間なんで感情あるんで嫌いに。でもね、あの人は嫌いになるのかなまあすげえ可愛がってるんで、蛇はね。そう。<laughs> うん、まあそんな感じですね。いってらっしゃい。